ゲームの操作は複雑。これを一から習熟させるのは非常に困難です。同じような操作形態によって経験者ならすぐにやることが分かるようなジャンルはいっぱいあります。むしろ多数派だけど、それに頼ってばかりではゲームシステムは発展していきません。独自の操作を持つゲームや、そうでなくてもルールを噛み砕くようにするためにはチュートリアルは不可欠になります。だけど、めんどくさいチュートリアルってやりたくないですよね。一番良くないのは長い文章を説明書のように読ませること。それよりは良いけれど避けたいのは、練習フィールドなどで無機質なところで操作させること。これは早くゲームさせてくれよ、本題に入ってくれよと思わせられてしまいます。割と一般的なのは、最初のステージと道中にテキストがあり、それを読ませ実践させる方法。簡単な操作ならこれで済むけれど、ジャンルによる向き不向きはあるかも。スマブラではデモムービーをつけるだけにしていますが、これは好んでそうしたいわけではなく、実際には操作でコツを覚えてもらうような企画を立てながら何度も実装できないという浮き目にあっています。実は初代のスマブラのターゲットを壊せなども習熟を目的とした配置をしています。だからキャラごとに違うと。とにかく能動的に遊ばせながら学ばせることが大事だと思いますね。ここは私も反省点が多いところですが、拘束感があるようにもしたくないので、なかなか悩ましいところです。余談ですが、スマブラスペシャルでは操作をしながらテクニックを学べるモードを実装しようとしていたのですが、企画のというよりスケジュールの都合で流れてしまいました。これは未だに悔やんでいます。一番悔しいと言っていい。それぐらい操作の理解についてはしっかりしたいということでもあります。